歴史の話が聞きたい。それでは化石を探しに行った調査隊の話なんだけどさ、ドキドキしながら発掘していたら、なんと土器が出たとか言ったら引っ叩くから。オチ先に言っちゃうのなしでしょ。あと暴力反対つか、こういう息抜きも必要でしょ。お前はどうだったよ、純平講座。君は見どころがある生徒のようだ。では純平先生がとっておきの話をしてあげよう。もう純平のせいで彼まで毒されちゃってるじゃん。純平に付き合ってたらこっちまで勉強が進まないってのは、いっそ赤点取って桐城先輩にきついお仕置きをしてもらった方が勉強になるんじゃない。いや、ちょっと待って、ほんの冗談だって。真面目にやるからお願い、見捨てないで。